やるとするか。お、何これ、南と北やるするか。なんだこれ、なんかルートが変わるのか。何これ、結構なんかまあでかい戦いにはなりそうな感じするんだよね。まあなんか自分でなんか選べんだ時、おー、でもそういう系か。またなんかでも舞台とか分けない感じでよかったわ。はい、ベスラ要塞南、多分ここはまあやばいと思うんだよな。ここはちょっとまあなんつうの、恐ろしい類の化け物が出てくるんじゃない。おー、いっぱいいんね、囲まれてんだよな。早速な、ないとか、何者だ、どっから侵入した。そうだ、暗殺するために雇われたやつらだな。捕らえて牢獄の中だ。おー、あ、そうか、もうそういうあれか、もうちょっとまずい状態になってくからな。すべての敵を倒せですって、しかこの状況で。シーフもいいんじゃん、アイスブランド意外と食らなかったな。まあ食らったけど、まあ思ったよりはって感じだね。困ったちゃんだな。でこれもなんかアース、こいつらはないとか、全員倒せってのはちょっとまたあれなんだよな。そこはちょっとまあ、まあここはちょっとあれだね、エールでチーフかな、ちょっとやばそうなのは。じゃあまあ行けるとこまで行っとくか。あ、いや平時だな、大義でいいや。で、あ、結構行くね、だいぶ行くな。じゃあやっちゃうか、やれるときにやったほうがいい気がする。よし、いいじゃないの、デデデダグリアスが来たと。まあ、ここさえ行けばなんかまあ行けそうな感じですけどな。まあそれかこうか。ああ、まあやっちゃってもいいかも。そうだな、いけない、私は悲しい、せめて混乱しろ。デデデデ、まあすごいことだ、まあいいや、閉鎖でやっちゃうか。はい、ナイトはまあジャージャー組んだときっと、でなんか一直線になってくれればそれが一番いいんだよな。お、なんだ、召喚者やっぱちょっと遅いんだよな。まあその分まあ一回発動してしまえば相当強いけど、ナイト系はやっぱあれだよな、なんかね、一気になんかなんつうの、もう召喚とかでなんかまあバーってのいいんだろうな。危ないね、あーまずい、危ねえ、よかったよかった。一旦じゃあまああれだな、これなんか発動するのかね。あんまあ、そうか、まあしょうがない、よし、あ、そうだな、まあ、チャクラでなんかちまちまやっててもいいし。まあ、そうだな。ああ、そう、ラムザ、そうだな。チャクラやって、すぐパッてやるかじゃ。お、ナイスですね。やっといてよかったな。敵がなんかそんななんかあれでよかったな。割とガバガバでよかった。まあ、なんかまあ、いけそうだけどな。まあ、でもアグリアスがやっちゃってもいいのか。ああ、そうだな。ここはちょっと一旦。まあ、いっか。おい。まあ、一応、まあ、そばに行っといた方がいいか。念のためにな。んで、もう一丁。アグリアス、オッケー、いい。で、この謎のあれなんだよね。おい。こんなすぎもな。はい、オッケー。そうだな。はい。で、
惜しい。これがちょっとな、まあしょうがない。上から来てくんないかな。平常 OK。 で、あーまあいいんじゃないの。デデルテ、こいつがもしなんかハート盗むとかそういう類の持ったら、まあそれは結構厄介だったのかもしれない。まあでもまあ、お、どっちから来るのかな。そっち行くか。こういう時はなんかまあここに、俺がちょっとあれやってないんだよな。もうちょいかな。あ、でもこれでもいいか。召喚。もうちょい引きつけてもよかったか。まあいいや。とりあえずはぶちかます。で、ラムザで、まあ、チャクラやって、こっちはちょっとあれか。こっちかな、先に。おい。で、なんかまあ、ホーリーとかで追撃すれば、いいんじゃないの。おい。オッケー。ホーリーかな。ああ、一個足んなかったか。じゃあ、ヘイストで。よし。オッケー。こっち4人ってのはちょっとおかしいんだよ、そもそも。あ、いいですね。あっち溢れやす1人ってのはちょっと、もうおかしいんだよ、そうなんだ。でもこの安定感、謎の。ナイス。そうだな。まあ、やるしかないのよね。おい。オッケー。まあいけるでしょう。敵を全て倒せるんだ。えい。180。止めた？なんかそのあれを。もしや。よし、オーディ。で、ぶちかますと。召喚いいよな。巻き込まないもんな、その味方をな。どっち行く？そうだな、そっちが行ってほしいな、ちょっとな。で、あー、こうなってんのか。まあ、ちょっと微妙に入んないかもね。まあ、それはそれでいいや。お、入んじゃん。よし。こいつも回復か。で、こいつが100。ホーリーあったらなんかいけたんだけどな。じゃあ、ヘイストでいっか。ヘイスト。おっと。おい。いってらっしゃい。ナイトはまあ、どうすかな。なるほど。あとやることがあるだべ。あ、じゃあこうでチャクラか。召喚者がなんか地裂弾使ったらどんぐらいあれなんだろうな。いけんだろうな。それも気になるけど。地道に来ている。安定感、しかもこっち一人であれしてからな。そうやってくるのちょっと勘弁してほしいね。ナイス。でもこのどうにかなりそう感が半端ないんだよな。このどうにかなりそうっていうこのなんつう安心感が半端ないんだよ。もうちょいか。まっすぐ片付けて、いやこっちだな。で、こうだな。でまあなるべくその縦にやるような感じで。で、こいつがあれか。100。100ってのはちょっとあれだな。100だったらもういけんべ。
ただちょっと怪しいんだよね。まだ2発だから。よし。ああ、ちょっと微妙に足んなかったか。はあ。じゃあもうやっちゃうしかないんだよね。おい。許せ。で、これはもう、こいつはもう前と後ろで、挟んでいけばいいか。やることがないんだよな。そうね。せっかくの流れなんだから。あいつ登ってきて、ああ、いいですね、いいですね。登ってこい。下がった。で、望みはちょっとあいつがガッて登ってきてくれれば。おい。これ入んないか。あんま隠してないな。でも、まあ、蘇生があればな、とりあえずな。アグリアス。ちょっと待機かな、これは。あいつ、ちょっとあいつ次第だな。さすがに無理だね。待機。で、殴っていく。連続拳とかやっちゃおうか、じゃあ。おい。おい、いいですね。とんでもないダメージ。だったらちょっとあっち行ってもいいのか。いや、ちょっとうまいこと。まだ耐える。よし。オッケー。やっといけんな、あっちに。で、あいつが一直線上になってくれれば。あ、そういうことだな。オッケーオッケー。で、ここで、行くと。なるほど。そういう感じか。まあ、でもそうなったら丸か。前に進めねえんだよな。じゃあ、時で。もうこの二人に任せよう。オッケー。ティリティリティ。どんどんいってんね。いや、もう凄まじい。あれなんだろうな、本当なんかな。今はまだいいけど。ダメだったか。でもたまにまあ即死効果あるからな。それ相当強いね。で、行くと。エールいけるかな。お、いいじゃない。このエールの強さになんかあれだからな、もう気づいたからな。これがとてつもない、とてつもないということに。こっちはもういっかじゃ。で、ガンガンいっちゃいましょう。だから、チャクラかけてもしょうがねえからな。まあいっか、とりあえずは。後ろに行くんだよね。回復ばっかりだな。この目の前のやつをどうにかしてんの入る。そうすることによりガバッと、まあ、待機でいいか。212。ちょっとこれも欲しいな。おい。で、さすがに届かないと。あ、いけんじゃん。いいじゃない、ガードが。こいつぶちのめしたいな、ちょっとな。でも一気に進んだ方がいいか。やるやつやると。お、いいですね。クリティカルか、これ。たまに発動する。このアグリアスのこの、重鎮感がまじ半端で。ただずまいがとんでもないぞ。貫禄なんか出てきたな。だんだん。どこでいっか。で、チレついて。おい。てりて、てりて。もういいですね。剣術か。剣術便利だな。なんだかのお世話になってんだよね。よし。待機。もうこれのんびりしてるもん。さ
さあ来たぞ。これがいければ。おい、終わりだ。まず1戦目だね。なんとかしなければ。でもボスいいんだろ、きっと。なんか何らかのディリディリディリディディ。オッケー。まあ連チャンな感じだと思うんだよな、きっとな。お、てってれてって、何事だ一体。これってどうしたことだ。人々がひっくり返ってんだ。頭が痛いだけ。あれか、毒か。しっかりしろ。ああ。お、なんかあれじゃん、兄上。ここだ。あ、なんか死にかけてんじゃん。大丈夫ですか。すごい状態だな。まああれか、頭割れそうだ。胸がムカムカする。何、おお、何のあれだ。うおお、サウナやったな。貴様裏切るつもりか。この私を、なんということ。このとこ間に合うか。なぜこのようなことを。これひでえな。いやー、どんどんちょっととんでもないというか、もう勢力がなんかあれじゃん、なんかぐちゃぐちゃになってきたな。結構なんか大詰め感もあるんだよね。まあまだ続くとは思うけど、魔物とかもいるから、まあそこら辺も絡めて、まあ続くんじゃないかな。とりあえずはまあじゃあさあ